お疲れ様です。7月25日木曜日朝6時の相場解説になります。ちょっと刺激的なタイトルでね、ドル最強時代崩壊って書いてますけども、まあちょっとこれは刺激的すぎましたね。えー、ただずーっとね、ドル高だった時代がちょっと壊れてきたんじゃないかなと思います。えー、ここが一番高かった161円のあたりですけども、もうすでにね、急速にここら辺まで値段を戻してきまして、そういう意味でもね、 ずっと右肩上がりだったドルっていうのが今だいぶね壊れてきてるところだと思います。で、その要因の裏にはトランプ大統領がほぼ就任するってこととトランプ大統領はね、あの高すぎたドルってものをこれから抑えていくよと。うん。確かにドルが高くなることによって世界中からお金が集まってきたんだけども金利の上昇にもう国民がついていけてないっていうことをね、やっぱり見てくれてるんですよね。まあこれが どういうふうに作用するかはっきり言ってわかりません。どこかに副作用が出て、どこかに作用が出てくる。これはもうしょうがないんですよ。誰が割を食うかって話ですからね。さあ、その中で、今夜、GDP の速報値が出ます。ここも注目なんですけども、さあ、今日はどういうふうに立ち振る舞えばいいかってことです。基本的にはセルの戦略になると思います。今まで、倍でずっと取ってきたものが、さすがにね、もう、セルでしか取れなくなってきてるでしょ。この辺り見てください。だって、陰線ばっかりですから。 要線なんて全体の1割から1割5分ぐらいしか見えてないでしょ。ってことは、セルで取っていく方針に切り替えていかなければ、もうこれからどうしようもないってことなんですよ。で、多くの方はドル円で見てる場合、セルが苦手だと思います。まあ、しかし、苦手だからできないってことでは稼げなくなっちゃいますんで、これを機会にね、セルにも強い、そんなトレードの仕方を身につけていくしかないですね。まあ、やり方は同じですよ。単純です。テクニカルを使うだけですから。 はいじゃあ4時間。今日は何をすればいいんでしょうかってことです。昨日ブレイクアウトを示したのがここでしょ一気にここまで落ちましたね。すごいですね。N 字を書きながら落ちているところがよくわかります。で、今日も N 字を書いて落ちていくというふうに考えますので、セルで取っていきましょうということになります。下髭が出ていますのでね、リスクを取りたくない方は、この下髭を抜けたらセルでいいんじゃないかなと思います。まあ、ただし今ご覧いただいているのが4時間なんで、1時間でもうちょっと細かく見ていきますね。 まあ見えにくいことですけども、これもずっとね、N 字を書きながら、移動平均線ぶつかりながら、こうやって落ちてるのが分かりますか。で、今度はライムに当たって、今下がろうとしてるところですよね。だから、リスクの取りたくない方は、ここを抜けてからね、セルに入ればいいんじゃないですか。ただし、今、153円の852ピップスですから、そんなとこ待っていたら、 こんなとこまでね、ずっと何もできないってことが起きちゃいますんで、多少のリスクは確保しながら、セルの方に記事を、あの、何、舵を取っていかなければ、木曜は扱っていけないってことになります。さあ、それでね、今日、実際に具体的にどのように立ち振る舞っていけばいいかってことですけども、まあ、ご覧のように今、ライムの線でぐじぐじしてるわけですよ。だから、こっからセルに入るのも一つのリスクの取り方ですけども、もうちょっと様子を見る方は、 赤い移動平均線にこれが伸びていったらそれにぶつかって下に下がり始めたらそこでセルに入るってこれが得策だと思いますねあとは様子を見ながらまた動画の方をね更新していきますのでご覧くださいえそれでは FX オリギャラ日の方はまた別の更新の動画でお会いしましょう速こ、えー、かしく限定動画をご覧の皆様はねここで今日はおさらばになります失礼します